いやちょっと調べたけど多分ないわ。あ、二択会は私 の好むやつ。ハリーのだけ調べてみたけど多分ないわ。じゃあこれからは時間短縮のためにも、おやっと落ち着いたか。やっとバインバインしなくなったか。よしよしよし、じゃあこれからノータッチで。いや他にも聞きたいことある。ノータッチでもさ、このエンディングの時はでももう6回見たからもういけるってこと、それともエンディングの時もバインバインじゃなければダメとかある？見れなかったらそれでいいやってくらいの気持ちだから、これからはハリーは基本のタッチも十分見たし、いろいろ。じゃあときめき会話の時間ですね。まあ花火大会は見るだろう。まず浜の花火大会行く。で次は何だっけ。これはいらん。まあ最近これは送っても何も悪いことない。昇進度を下げれるから。スバル、なああんまり学校では呼び出したりすんなよ。全然呼び出してないから。すごい。1年に一度だから。あ、そういえばあの畑海プロン来るな、あのイベント。あいつと友好になったから来るな。まあ、ここで海。なんでその日なんだよお前。まあこれは労働する時間ですね。行く。これさ、でここでここをやって、あーまあまああのほら、あのトークライブは別データでやるわ。この今回のデータは海ルートで行く。あれ行ったんだよね、海ちゃんと誘えた。よしよしよし。で次はナイトパレード1回でいいよな。忘れたけど、ついでにメリーゴーランドのも見れる。メリーゴーランドのときめき会話も見れて。ボス、お前海？じゃあよ、動物園行こうぜ。ごめんなさい、他のところに誘うから。海3回目だ。よし、まあそんなにかからなかった。いやでも魅力、もしもし、ママなあ、いつものね。お前今日も暇だろ。決まり、じゃあ急いでな。いや私そもそも珊瑚礁でバイトしてないから本当に臨時バイトなんだけど。これも PS2 版とちょっと違くない？なんか PS2 版はもっと下まで見えると思うんだけど。いやそういうやっぱりな、もっとお疲れ。じゃあ次はトロピカル焼きそば上がってるから3番テーブルへ。考えるな、働け。話はそれからだ。でさっさと水着に着替えてエプロンつけたら風呂はな。恥ずかしくない。水着エプロンの女子高生が
これバイト代なんとでもいい。そういえばこれバイト代ある。つうか、まあ私もお金。お兄さん、こっちもお願いね。はい、ただいま。1分1秒無駄にしない。ほら、ちゃちゃと行く。トロピカル焼きそば。よし、花火の、まあ、ときめき会は見れるはずだよね。3年目やから、まあ、いつもの着るか。花火大会だからこっちに決まってんじゃん。これここでちゃんとこれ押さないと大変なことになる。マジごめん、遅れた。ノータッチ、ノータッチ。なんいうこと。風流じゃん、マジだって。よし、花火が始まるまで縁日行かね。よし、3年目射的でもすっか。やってみよう。店の親父には悪いが、ダーツで鍛えたこの腕で狙った獲物は全部ゲットだ。でもちょっと違うんじゃね。当たってるのに落ちないね。くそ、試しにお前やってみろよ。あ、落ちた、やった。マジかよ。なんか納得いかねえ。こういうのは狙うより何も考えずにやった方がいいのかもな。そろそろだな。いよいよショーの始まりだ。ショーの始まりだぜ。一瞬で散ってしまう花火ってなんか寂しくて切ないよな。あれ、あれ、あれ、どれが夏もクライマックスとか、どれがときめき会話だよ。これちょっと難しいな。二人の思い出は永遠か。そうなんだ、これか。永遠ってお前、なんで二度と会えないみたいな話になってんだ。来年また来りゃいいじゃん。あ、そっか、次の夏はもう卒業してんだな、俺たち。でもよ、思い出はどんどん増やしていくもんだろ。また来年も一緒に作ろうぜ、思い出。また来ようね、花火。おう、マジですっげえ楽しかったわ。まあまあ、花火大会のときめき会話って大体こういう感じ。またどっか行かない。行ってくれりゃ予定開けっか。あとさっきちょっとやっぱりなんか声がちっちゃい時はちょっと口パクが変になるんだよな、やっぱり。まあこれじゃ。ちょくちょくそういう現象が起きてた。海のは確かなんか昔の思い出を語るやつだから結構真面目系だった気がする。うわ、全然ダメじゃん。ああ、お前を待って。これはもうタッチしないんだったらここは全スキップでいいよな。すっげー混んでる。とりあえず着替えに行くか。おい、ねえねえ彼女、おいおいおい、かわいいで。着すぎ、羽ばたき、およ、着すぎ、もちろん。およキング着すぎ、前回も来たやん。なんだ、いくらなんでも。あいつ、なんでもない。さて行くか。はあ、今日は何すんだ。じゃあ波打ち際で水遊びしようよ。ああ、それならいいぞ。水のかけっことか、あとトンネル掘ったりとか。それならいけるんだね。今日は面白かった。笑いすぎて顔痛え。海でここまで満足できたのか。まあまあまあ、でもこれ断る意味はまねないからな。スキップ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 、水泳だ。まあこじゃ、もうこれノータッチでいい。合宿、合宿の後のコメントが結構注目。ちゃんとやってたかどうか。ああ、確かに
よろしく。ええ、じゃあ、オーソフーゴ、オーソフーコ、オーソプーコ。佐藤君、今日は君が担当だったね。ちゃんと発音してなかった。うん、もうできてるよ。オーブンが使われている。さあ召し上がれ。ほら、この料理ごとのセリフがあるんだよな、この2の合宿の会話。まあ、2は本当に1の正当進化って感じ。ごちそうさま。期待した以上の味だったよ。こんなに美味しいものがいただけるなら、夏休み中ずっと合宿でも喜んで参加するね。ごちそうさまです。ええ、理想的な合宿だったな。理想的。君もうまく後輩をまとめていたね。お疲れ様。お疲れ様でした。はい、あっという間でしたね。本当にお世話になりました。いいえ、あなたのおかげでいろいろな問題が解決できました。ありがとう。私たちが執行部にいるのもあと少しですね。最後まで頑張りましょう。本当に受賞できるかどうか全然わからんぞ。来年の1月。このアイテムはパラメータ上昇なだけだからわからないな。これ遊園地のはずだよね。ここはここ、夏こ、これとこれと、よし。ああ、お前を待ってる。ここは全スキップでいいよな。来たからには。で、メリーゴーランドのときめき会話。風がぬるそうだな。座るとこもぬるそう。仕方ね、諦めて乗るか。ときめき会話の時間だ。こういうのって子供の乗り物だよな。で、恋人同士が乗るものでしょう。これがときめき会話っぽいな。で、実際これがときめき会話。じゃあ乗った俺らは恋、恋行けの。いやいや、それはないだ。お前主人公自分で恋人って言ってんじゃん。これはさすがにちょっとこの主人公良くないわ。なんていうか、なんかこういう、こういう感じのあんまり好きじゃないな。それでいい、それでいいって本当は違うって。ほら、この本気で鈍感やってる、なんか、なんていうか、からかってるだけならまだいいけど、この本当に天然すぎるのがあまり好みじゃないんだよね。いいんだよ、恋なんだよ。来る途中で見たんだよ。ほら、次行くぞ次。もうこれ、ほら、あ、極めつけはこれ。うわあ、だから、うわ、どうしちゃったんだろう、来た、これ地雷のやつね。だからさすがにこういうときめき会話は私昔、私の目に留まってなかったわ。なんかこういうのって子供の乗り物だよな。恋人同士が乗るものでしょ。え、じゃあ乗った俺らは恋、恋池の。それでいい、それでいいの。いいんだよ、恋なんだよ。来る途中で見たんだよ。ほら、次行くぞ次。まあ、せっかくだもんな。これもときめき会話のはず。すっげえな、あのステップ。あれだけ踊れたら楽しいだろうな。え、これ2回目。こうならできるよ。まあな、体は普段から鍛えてるし、やる気になったらすぐマスターだ。マジでやってみっかな。これ2回目だったか。今日は面白かった。去年来てなかったか。うちまで送らせろよ。まあこれくらいはな。じゃあ、なんか全然電話来ないんだな。まあまあ、海のか。ナイトパレードのはまあいいかって感じ。
そのでもトークライブのときめき感はちょっと見たいんだけど、まあ、まずは海の見ようか。このいくら全然毎回およキング来すぎなんだけど、これまた来たらさすがにちょっと変だと思うんだけど、ねえねえ彼女、かわいいで、羽ばたきオヨキングの俺とダリダリしようよ。こんなことある？オヨキングってことはもちろん、さすがに。じゃあ俺にクロールと平泳ぎ教えてくれ。確率変わりすぎんじゃない、これ。あんまり起きないイベントのはずなのに。なんだおい、大丈夫だったか？毎回来てたんだけど、あいつ。あいつ、なんでもない。海って嫌な思い出ばっかなんだよ。私が忘れさせてあげたい。いや、これもときめき会話っぽいんだけどな。でもこれなんだよな、確か真面目な。ちっちゃい頃親と一緒に海に来てボートに乗せてもらったんだよ。そしたらでかい波に煽られてボートがひっくり返ってさ、その中に閉じ込められちゃって。覚えてるのは海の濁った色としょっぱい水の味。それからダメなんだ、海もプールも。ちっちゃい頃のトラウマか。ああ、言ったらなんかすっきりしちまった。でもお前誰にも言うなよ。この俺が泳げないなんて噂が広まったらことだからな。まあ別に。マジですっげえ楽しかったわ。これでも楽しかったのか。まあスキップタイム。おら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 、うん、これなら結構早く進める。いや、まあまあこれはこのままセーブして、でも私はねちょっとロードしたい。あのちょっとあのトークライブ、ま、去年一回行ったはず。8月はトークライブがある。まあ、とりあえずもう花火の日でもいいから行こう行こう。なんでその、まあまあまあお前は嫌がるけどときめき会話聞きたいから、まあそういう苦手な場所のときめき会話はあえて聞きたいんだよね。まあ忘れてるから。本当に二択会話も基本何も覚えてないからこそそんなになんか毎回やってたけど、まあでもちょっと調べたらハリーの場合はあんまり私好みのタイプの二択会話なかったから、だからやめたんだけどね。あーそうか、夏が終わったらもうヒカミのあれ全部聞く会になるから。なんでお前マジだけ一番苦手じゃん。多分海より難しいかもしれないな、これ。なんでその日、なんでその日行く。もうじゃあ寝る。あの これはあの何もやらない世界線だから、あのトークライブのときめき会話を聞くだけの世界線だから、他のことはやらなくていいです。もう一回やるから、これ、このロードタイム。なんでその、あまあまあまあ、行く。あ、行けた。よしよしよし、行けた行けた。寝よう。よし、2回目のこれだ。もう標準服でいいや。マジごめん。本当は。で、これもうタッチしなくていいし、ここも全部早くときめき会話見るだけの。ああ、もう全然怖くなかった。つまんねえよ。そんなこと言って震えてなかった？うるせえ。なわけねえだろ。あれは武者震いだ。最悪。お、これも言ったらすっきりすることもあるんじゃねえの？このなんか電話聞けるんだよね。疲れはためねえ方がいいぞ。聞いてやっから次は言えよ。なんか帰りたくねえな。しょうがねえか。じゃあ
またな。ボス、今どの辺だ？もう少し家に着くよ。そっか。あのさ、悪かったな。さっきガキくせえ態度を取っちまってやべえと思ったけど止めらんなかった。悪い、マジで。そうだっけ。それだけだ。じゃな。まあまあまあ、なんか状況とそんなに合ってないけど。よしよし、これだ。これ どれがときめき会話だったかな。ちょっと見た。こういうステージとかってよく出るっていうよな。あ、キャー、なんか確かキャーがときめき会話だったはず。え、だよね。これせっかく労働したからちょっと確認するわ。キャー、これがときめき会話。ときめき会話じゃなかった方がちょっと好みかもしれない。なんか、おい、なんだ、なんか見えたのかみたいな、めっちゃ慌てるやつ。ごめん、そんなにびっくりするとは思ってなかった。あれ、むしろ主人公の方が。うわ、うわ、こっちか。なあ、これはときめき会話じゃなかった方が好みだったな、さすがに。もうすっごく怖かったんだから、このバカ、こういう感じあまり好みじゃないな。あ、別にこ悪い、別に悪いとは言わないけど、私の好みではないね、こういうやりとり。おい、うわ、泣くなよ。しかも泣いた。泣いたな。なん、あ、いや、さすが、やっぱりこういう確信犯なら全然いいわ。てめえ。いや、でもこういうのは、なん、こういうのは私の好みなタイプの騙し方じゃないかもしれないな。いや、ほら、これほら、ほら、意地悪するんだもんの、この、これもあんまり、いや、そもそも意地悪されてなくない？なんか、ルシュチンコちょっとおかしくない？おい、何固まってんだよ。まさか。いい、やっぱ言うな。何も言うな。帰ろうぜ。な、事故。こないだ来たばっかじゃねえか、ここ。何、結局何っていう。さっきの場合だけは主人公ちょっと意図を教えてくれ。さすがに主人公もう一回からかったってこと？それでもなんちょっとよく、いや、あれはときめき会話じゃなかった方が好みかもしれない。だな。こういうステージとかってよく出るっていうよな。キャー。うわ、なんだ、なんか見えたのか。おい、あ、よくあるんだよな、このこういう現象。ときめき会話じゃなかった方が好みという。やはりか、やはりそうか。もう ほとんど見たもんな、イベント。冬のやつも、まあ、去年見たし。やっぱりここからの、あの、ここからのメイン。ボス、お前今度のに、ちょっと家、うちデート、うちデート。フリーマーケット。おい、ちょ、これちょっと、え、これ、こういう、この、こういう時に、ロードした方がよくない？いや、この週はいい感じ。他に何も起きないし。これはね、これは、うちデートロードに適してるわ。ボス、お前、フリーマーケット行った。フリーマーケットの時は、そうか、フリーマーケット、え、あ、フリーマーケットは、そうか、ときめき会はないのか、そうか。あ、お前、ああ、あの、あれ、いつものあれ、あ、引っ掛けのやつか、つ以前は。お、い、あ、やっぱり。あ、じゃあ、うん、どうしようかな。この程度の冗談もわかんねえのが、バカ正直だな、お前は。まあまあ、いや、これちょっとやり直すですね。そうかよ、引き止めて悪かったな。ハリーってそういえば身長いくつだっけ？
後でちょっと見るわ。これは普通に家程度全然誘ってくんねえじゃん、あいつ。ボス、お前フリーマーケット行って。そうか、フリーマーケットの時はいつもフリーマーケット誘うから。あれ、これ昔からある現象だっけ。これ昔からあったっけ。まああったけど3からだったのか忘れたんだよな。2からあったのか、この現象なんか ある気もするな。まあいいか。はい、君か。まあどこでもいいんだけど。映画館空いて。すまない。うわ、全然ダメじゃん。なんでセーブした。まあ卒業前に間に合う。あれ、全部の質問聞くのって。しろ、デートの練習会。よしよし。いや、この魅力絶対間に合うだろう。あのだってときめき状態だから、だから流行今190で、あのいいはず。いや、ときめき状態ってマイナス10のはずだから、本当にこの情報が間違ってなければ、ワンと同じかだと思うんだけど。大輝さん、違うな。あ、まあこれで昇進度何大幅ダウン。食べ物の質問なんだっけ。これなんかサーフィンは人生みたいなこと言うんだよね。あんまりこれってのはないけど。あ、激辛って言われるとカチンとくるっていう話ね。なんで、なんかさ、ああ俺相当まあ、あ、そうか、送っても別に何も悪くないのか。そういえば送ってたな、前は。よし、神。あ、そうか、ときめきと開けなきゃだから。なんだ。じゃあ、てちょん、どうしたんだ。つまずいたのかい。それ、ああ、思わず引きつけられた。清潔感があっていいね。白なら何でもいい男。古いままに残されているんだな。順路が2つあるな。ああ、2回目。なんだい。て、これはつまり君の友情表現の一つなのかい。天守閣の屋根組が再現されているな。ああ、成功にできている。うわー、立派な鬼瓦。当時の建築技術もなかなかだね。ああ、この屋根の組み方はこの城特有のものなんだそうだ。再現するのも苦労したらしいぞ。おお、バッチリ。あ、間違えた、模範的なデートだな。彼が少し羨ましいよ。なんだい。ああ、名残惜しいよ。よし。なんだい。家に帰るまでが遠足。なんだ。片思いについて。報われないのかな。天体観測に似ている。お、目の前に見えるのに何億光年も遠いんだ。決して手は届かない。うわ、最近星を見ているとそんなことを思うよ。いや、いやいや、この主人公に言ってるかどうかわからないの声量なんだよな。いや、なんか言ってない気がする。主人公なんかあんまり何も聞こえてない気がする。ブツブツ言ってる気がする。これくらい当然のことだ。威力あんまりやらなくていいと思う。お姉ちゃんいる。お、またか。他の人かもしれない。もしそう、アマチかもしれない。
りあえずしばらく。全然間に合うと思うな、ヒカミは。言うてほぼもうすぐ終わりだよね。オス、今度の日曜日って。じゃあよ、ショッピングモールに行こうぜ。いや、二択会話も見ないし、あんまり、まあ、行くけどさ。いや、でもショッピングモールあんまり行きたくないんだけどな。あ、やっぱりアマチか。え、今日お誕生日ですよね。これどうぞ。気に入ってもらえるといいのですが。男の子もここで送ったらいいのに。わざわざ家に来なくても。どうしたもこうしたもねえよ。まあな、言っとくけど、このちょっと労働するか。あ、そうか、先にイベントも見直すことになる。いや、じゃあよ。ショッピングモードはごめんなさい。マジかよ。大丈夫、好感度めっちゃ高いから。喉をちょっと。オス、とにかくアマチ。アマ、あれ、え、そういえばさ、アマチとこの交換とって、あのイベントを見なかったら有効にはならない仕組みなんだよね。あれでもさ、え、ちょっとほら、上がりすぎ、簡単すぎ、絶対別にもうこんな、え、こん、もともとこんなにかん、こんな感じだったっけ。わ、もう、まあいいや。もうパラ、あとはパラメータだけじゃん、そもそも。はい、要件入れる。まあ一回程度する。私この、この状態のアマチには興味あるんだよね。まあ一応ゲームやる。私この測りました。この表金額のアマチと最後まで行きたかった。そういうもう違うキャラ。こんにちは。はい。では急いでいるので。この小野田の絵がちょっと微妙という。クマがゴミ拾いをしている絵か。なんかちょっと絵が微妙っていうイベントだよね。校内イベント。結構こんなイベント続き見れてるな。やっぱり確率調整、もともとこんなんだっけ。2が本当に全然3段階目まで見れないのがなんかという印象だけど。あ、あ、あまち、いえ大丈夫ですよ。そういえば、はい、こんなの照れちゃいます。お、あ、その服、ええ、よく似合っていますね。いろいろありますけど、何をしましょうか。ビデオゲームはどう。いいですね、それにしましょう。はい、猫っけなんです、僕。どれにします。もう、対戦ゲームでしょう。いいですね、早速やりましょう。負けませんよ。はい、ほら、先輩って大胆ですよね。この、え、このやっぱりアマチはめちゃめちゃなんか、例えばこのタッチのセリフも全部このこの状態の、のなんか2パターンあるんだよね。結構、まあ普通状態用か。今日はとても楽しかったです、ありがとうございました。この状態のアマチ、私
いんだけどな。このなこれはもう違う人物だけどね。この本当にこの状態が続くのならもう浜地じゃないとは思うけど、あれはもう君か。早く相談相談、まあ、じゃあこういう日にしよう。じゃ動物園にしよう。デートの練習か。来た来た、これだ。わかちゃんとは帰る意味なし。あれ佐藤さん、ストレスが下がるやつね。ご苦労様、大丈夫ですか。びっくりしました。コーヒーを沸かしてたんだ。コーヒーイベント。ガラスが熱いです。気をつけて。そうです。どうかな、前はどういうわけか。そう、お前最近まあ氷上ならそりゃこの3年目はサンリッチになるの謎なんだよね。まあ、3年目はお金が多いからとか、あの3年目くらいちょっと正解を教えてあげるとか、まあ、ガーギー店、これはなんか本家ときメモのやつなんだよね。まあまあ何ていうか元ネタあるんだろうけど、でも本家ときメモでもガーギー店っていうのがあるんだよね、正体から。ここいきなりここだけちょっとだけ、まあ本家ネタとは言えないか、元ネタあるから。でもわざわざこれを調査するのはちょっと本家ときメモとのつながりをちょっと感じるね。なんだっけ、あ、動物園、あれももう誘ったし、あ、しばらく寝るか。もっとやろう。佐藤君、何か用でも。僕に？僕には。お前めっちゃ集中してんじゃん、毎回毎回。もう全然音沙汰ないから大丈夫、はい、全然なんかハリーとは結構合ってるからさ、全然心配してないんだよね。別に好感度のことは。お、じゃあもみじ狩り、どっちも動物園とあそこ2階。これおかしいけどね。ああ、僕はいつも5分前行動。じゃあ手を引っ張る。僕は構わないな。君、いや、誘わない。順路はこっちだな、はい、さあ行くぞ。あの猿こっちを睨んだまま動かないぞ。あの猿、ひかみのことが怖いのかも。猿山の風紀まで取り締まる気はないけれど、ちょっと面白い。だんだん遅刻常習者の顔に見えてきた。この反応は覚えてる。なんだい。覚えてるから選んだけど、別にバッチリ好印象じゃなかったね。引っ張る。君、僕たちは学生の身だよ。本番に向けて修正すべき点があったな。いつも君も分かっていると思う。いつも修正すべき感があるじゃん。リフレッシュできた。ここからが本番や。次は何？なんだ？次の出し物。これこの質問な。今恋してる？どうしてだい？君も好きな人がいるのかなって。答えたくない。もうずっとこのテンションなのに、主人公あまりにもなんか鈍感じゃなくない？もうそれは。そっか、ごめん。今の僕には関係ない。僕は生徒会と勉強だけのつまらないやつだ。こんな日神
そんなん、ひかみは素敵だと思うよ。じゃあどうして？いや、いいんだ。この話はもうやめたい。ずっとこのテンションじゃん。明るくならないじゃん。これくらい当然のことだ。普段がめっちゃ明るいのに。それじゃあ。ここならめっちゃ明るいのに。親友の会話の時だけめっちゃ暗くなるんだよな、ひかみ。面白い、ある意味。よし、来た来た来た。もっと来い。そうだな。来た来た来た。なんだ。じゃあキス。前回はなんかその恋愛には何も関係ないみたいな感じで言ってたけど。以前のあのことかい。あ、忘れていたみたいだね。それでいいんだ。覚えてる方がおかしいよ。いやいや別に、一応結構覚えるんじゃない。そう、それくらいの出来事なら。僕ももう忘れる。僕らが忘れてしまえばなかったことになる。何も起こらなかったんだよ。いや、あんまりにも暗いんじゃない。いや、親友友情状態の方がまたなんかちょっと適当な明るさがあって、親友愛情状態はなんかあんまりにも暗さ全開なんだけど。ああ、僕はいつも5分、もうすぐ全部、いや聞いたかもしれない。質問はもう秋といえばあと少ないぞ。もみじ狩り、見事だな、この燃えるような色は。おおお、モリリンいるな。綺麗だね。ああ。お、なんだい？モリリン。ほら。これは何の練習だい？模範的なデートだな。彼が少し羨ましいよ。なんだい？ほら。あ、いや、僕の勘違いだな。ここで口そんなに上がる？ここはどこが正解？とりあえず、あ、口じゃない。評価後は口が正解。なんだ。おお、あと2つか。え、じゃあデートしなくてよくない？もっとうまくスキンシップできるようになりたいな。あ、そう。うまくいくといいね。神？すまない。ほら、僕は堅物だろ。あまり免疫がないんだな、そういう話題に。なんか、僕はつまらない人間とか堅物とか自分でよく言うようになるな、この状態。いいんだ、でも想像させないでほしい。君は彼と…いや、いや、前回のスキンシップの回答がやっぱり面白かったな。無理やりされるのは嫌じゃないっていう。いや、あれはよかったな。なんだい、またいろんなことを学び。いや、でも親友告白のセリフがよかったっていう印象だからな。オス、まあ久しぶりだから何でも行く。羽ばたき山行ってみね。おお、お前さ、めっちゃ成功するじゃん部活。うわ、忘れた。いや、どっちも見たかったけど、まあ一応これはまあ今回は演劇ではスチールだから、スチールが見たいから。まあ、まずデート一回ね。まあこれでいいでしょう。ああ、でノータッチだから何も。上まで行くのだりーな。あんたが誘ったんだろう。道、落ち葉の絨毯が敷いてあるみて。
虫苦手だからこれ一番ダメだね。綺麗だね。まさに紅葉って感じだな。お、見ろよ、あっちの山も真っ赤だぞ。よし。なんだ。あ、違うな。まあまあ一回くらいは。この指輪は、うん、またく指輪の話。すっげー楽しかったわ、マジで。なあ、じゃあさっき一回タッチしただけでまさか、お、よしよし、あ、大接近にならなかった、よかった。まあじゃあ、ま、電話も全然来ないし。小野田さん、一応帰る？文化祭前のセルフレアだから。これから帰るところですか？そうですね、私的に演劇というのも意外に。演劇、いや、これ一番 レアなセリフ。ええ、所詮高校生の素人劇と思っていましたが、皆さんの真剣な練習には胸を打たれました。本番がとても楽しみです。いや、パリはなんだっけ。そういえば佐藤君、これから帰るところか。最後の質問。ああ、せっかくだから一緒に帰らないか。でもさ、いや、あえてこれはこれですよ。それじゃあ自転車を取ってくる。だって文化祭演劇前が一番レアだから。そういえばもうすぐ文化祭だね。高校生活最後の文化祭だな。生徒会執行部として関わるのもこれで最後か。そうか、最後だね。今年は劇にも参加することだし、純粋に行事を楽しみたいよ。成功させたいな。うん、全員参加なのかな。まあ、うん、全然上がってるな。こうだ。あ、こうこそ一緒に帰る。どうす、俺から誘うつもりだったのに。謝れなんて言った。来た来た。面倒なんだよな、準備が。バイトもバンドの練習もいけねえし。けど、なんつうの、一から作り上げていくって感覚はいいな。全部終わったら感動して泣くかも。あ、泣くのは俺じゃねえぞ、その他のやつだからな。聞いてんのかよ。おい、聞いてない。こういう時の主人公ならいいけど、時々嫌な感じになるんだよな。私が あまり好みじゃない感じ。スバル、ナス、今年はやる。今年はちゃんと許可も取ったぜ。ざまみろざまみろ。今年は強力な助っ人もいるし、絶対成功させるぞ。再起か。けどあいつ別にメンバーじゃねえしな。協力でもねえか。集客力はありそうだけど。あ、やべ、そろそろリハだ。じゃな。これちょうどつながってるじゃん、この後の再起の話と。スバル、今年はどう？ファンの皆さんは。お前な、今年は大丈夫。ちょっと作戦がある。佐伯、てめえこんなとこでサボってやがったか。スバル、悪い、今行くとこ。あ、今年は一緒になんかやってるの？ああ、バンドの裏方手伝ってるんだ。なんかに参加してるとみんな遠慮してくれるし。ってことだから佐伯持ってくぞ。ほら、さっさと来い。いちいち偉そうなんだよ、ハリアは。お前ほどじゃねえよ。つうか、ハリーって呼べ。やだ。ちょうどつながったな。みんなには1時間ずつ担当してもらう。ただしキョロキョロしないように。敵がこちらの動きに気づいてしまう。各自文化祭を楽しみながら模擬店やゲリライベントをチェックしてほしい。以上。はい、氷上隊長。みんなよろしく。違反見終わり舞台。おっす、そろそろだな。なんだっけこれ。お前もしかして
上がってんの？どうにかしろ。あ、まあまあまあ、ハリアも上がり症だから、主人公までそうなったら終わりだからね。主演二人が。お前まで上がっちまったらどうしていいか分からないだろう。俺が笑えるんだったら大丈夫だな。よし、行くぞ、スバル。これより羽ヶ崎学園学園演劇を開演いたします。その手にあるギターは何だ？何を企んでいる？企んでなどいません。私はただ共に楽しみたいだけです。あ、音楽に関係ある、あれあれ、なんかあれ、ミュージカル的なあれ。何を楽しむというのだ？音楽など単に手段に過ぎないだろう。そんな楽器一つで子供たちの心を懐柔し、次は私か。めっちゃ頑張ってるやな。めっちゃ頑張ってるじゃん、この絵。全く呆れさせる。大佐、大佐は何に怯えていらっしゃるのですか？思い出してください。音楽とは本来楽しむものなんです。お、これで今の大佐は音楽ではなく別の何かから逃げているような。あれ、これ黙れって怒るはずなのにセリフ忘れちゃったのかな。そうだよな。え、お前勝手にアドリブ。何度も同じセリフを練習で言ってたはずなのに、なんで気がつかなかったんだ。それはそうなんだよな。だいたいこの学園演劇のイベントってだいたい練習でも言ったけど、なんかあんま、なんかこのここでいきなりなんか気づくみたいな演出多いよな。これはそのツッコミは当たり前ですね。お前のこと鈍感なんて言えねえな、俺も。まず自分が心の底から楽しめなかったら音楽やってる意味ねえんだよ。アドリブ多いな。緊張して上がっちまうことにビクビクして、それだけに気取られて一番大事なこと忘れてた。そういえば GS2 から学園演劇の私物化が始まってた。これも完全にアドリブで、もう劇も無視してるやん。続けちゃえ。否定してないじゃん。共に歌いましょう。お前に言われなくても分かってるっつーの。この俺を誰だと思ってる。世界を取る男、ハリーだ。行くぞ。大佐、名前も話も違います。コメディになっちゃった。あー、すっきりしたな。まさかのセリフもシナリオも変えすぎだよ。けどついてきてたじゃん、すげえなお前。それに芝居の中のこととはいえ、聞いたお前のセリフ、お前が言ったから余計に。でもこの、いや2から、え、1ってそういえばさ、こんななんか勝手にセリフ変えてめちゃめちゃなんかアドリブするのってあったっけ。1のこの学園演劇、1はまだなかったな。なかったよね。なんか今なんか全部一通り全部ちょっと一回考えてみたけど、あ、なんか1はなんかちょっとセリフとちったりするのはあったけど、基本誰も今回なんか私物化、なんかいきなり舞台上で俺はハリーだとか言わなかったもんな。そう、やっぱりこれ私物化、学園演劇私物化は2からなんだね。本当にすげえよ、サンキュー、スバル。もういい話のように聞こえるけど、俺めちゃくちゃだったからな、本当ならね。もしもし、今塾の、もう無理無理無理。よしよし、あ、ひかみ、あと1問だよな。